そうですね。あ、もう本当にこれが決まってから、はい、あの本当お互い敵同士になってるんで、はい、あの僕はやっぱりこう固めとやるって決めたって、ね、はい、まあ、必ずこれ茶番でもなんでもないんで、はい、うん、本気で、まあ、那須川天心をやっつけてみます。今回その天心、那須川会長が天心パパが風間選手のセコンドつくじゃないですか。はい。これって白鳥選手から見るとどうですか。そうですね。本当、まあ、見て分かる通り風間と会長って本当もう親子なんじゃないかってぐらい今ずっともう多分この高1年ぐらいやってると思うんですよ。はい。もちろん練習もそうだし、多分練習外でもジム外でも結構そんぐらいの付き合いをしてると思うんで、多分だから会長からしても風音は息子みたいなもんだと思うんですよね。けど本当の息子でまあ天心じゃないですか。うん、今までずっとセコンドついて一緒に、今も一緒に天心ともやってるわけだし、うん、どうなんすかね。もう会長は会長でこれはこれで、たける戦はたける戦でって考えてるとは言ってると思うんですけど、どうですかね。あのこの間ファンのライズファンイベントっていうのがあったじゃないですか。はい。あの時にその天心、那須川会長がこうコメントをする場面があって、でそれを見てたら、いや天心は舐め腐ってるっていう言い方をしてたんですけど、はい、で今回史上最大の親子喧嘩という表現もされていますけども、今回その辺も会長どうですか。うん、まあ、親子喧嘩というより、まあちょっとね、やっぱり俺も、まあ、自分もそうではありますけど、はい、まあ、ちょっと舐め腐ってる天心選手が、そうですね、はあ、はい、それちょっと、まあ、俺と風音で、はあ、しっかり勝って、はあ、あの形の見せやろうっていう感じです。なるほど、はあ、なんていうのか、だから どういうどの部分を指してそう言ったのか、あえてわざとそういうふうに 言っているのか、どうなんと思いますか。まあ、そこの本当のところは分かんないですけど、うん、本当に舐めてるって思ってるんじゃないですか。それは何を指してですか。なんですかね。なんですかね。で、重ねのことに対してってわけじゃなさそうっすけどね。なんかわかんないけど、個人的に最近何わかんない、なんだか例えば夜の帰りが遅いとか、ご飯の食べ方が汚いとか、そういう全然違うことで怒ってるってことですか。っていうのもあるんじゃないですか。なるほど。風音です。いや、わかんないですよ、でも本当は。はい。ただ、本人も言ってるけど、なんかこう、結構舐められてると思ってると思うんで。うん。どうですかね。まあでも、わかんないです。本当に会長も会長で風音のこと本気で今やってると思うんで。うん、本気で勝たせに行こうとしてるんで。うん、風音のことなめんなよって思ってるのかもしれないですね。うん、なるほど。この試合正直聞いたとき、僕は個人的にすごい、あ、いいマッチメイクだなと思ったんですよ。なるほど。去年風音選手がその天心と戦いたいって言って、はい、で、天心パパがちゃんと風音選手につくんだったら面白くなるからなと思ったら、ちゃんとそうなったので、うん、そしたらちょっとこれは僕はすごい、なんかこんな面白いカードがないんじゃないかっていうぐらいちょっと楽しみなんですけど、はい、なんだろうね、なんかそのやっぱりやっぱポイントは那須川会長じゃないかとやっぱり思っていて、うん、うん、もちろん天心と風音選手と天心選手の対決なんですけど、はい、やっぱ那須川会長がどんなお気持ちでこうやってんのかなっていうのを想像するのが楽しいというか、あー、なるほど。もう会長も会長で、まあ正直多分複雑だと思うんですよね。いや、そうですよね。ただ重ねが勝ったら勝ったで、本気で心の底からその勝利を喜びそうな気はしますね。なるほど。で、天心選手のセコンドには朝倉未来選手が来るんじゃないかっていうような、なんかそんな話がなんか出てるんですけど、はい、なんていうの、セコンドがそういうふうに天心、今いつもついてた人からこう全然違う方になるっていうのは、白鳥選手からするとどんな感じなんですか。
あんま関係ない。いや、セコンドは大事だと思いますよ。この2人の仲がどのぐらいなのかとか知らないですけど、うん、どうなんですかね、うん、だってまあ話題を取ったのかなとは思いますね。何を取った？話題性。ああはい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 、なるほどなるほど、まあそうですね、確かに、はい、話題性やっぱ朝倉未来選手が天心の試合でしかもライズの会場で一緒に入場するっていう、うん、ああなるほど、で多分こう格闘技ファンっていうかその2人のファンって盛り上がるじゃないですか。そうですね、確かに、うん、だからこの話題性を狙ったのかな、ね、なるほど、そうですね、だからまあ風音からしてみればその普段一緒に練習してるってわけでもないと思うし、はい、こんな話題性だけ取ってやって、うん、まあ舐められた、うん、確かに確かに確かに、うん、まあ選手から本人からしたら本当なんかツイッターでも言ってたっすけど、はい、えんじゃねえよと、そういう企画とかで、はいはいはい、まあそうなりますよね、はい、うん、その気持ちはわかりますね、はい、選手としては、はい、まあ天心選手からすればその試合云々っていうよりもこの試合をやっぱ少しでも盛り上げたいっていう思いで朝倉選手がね会場来たら違うファン層も取り込めんじゃないかとかっていう思いでおそらくやってんだと思うんですけど、うん、まあ結局なんすかね、風音側に寄り添えとしたらまあなめんじゃねえってなると思うんですけど、普通にこう客観的に見るとそれだけでも多分ライズの視聴者とかも増えると思いますし、うん、はい、もっとこう、そうですね、世間に届く力って増えると思うんですよね、はい、そのもうすごい知名度もあるわけだし、わかるわかるっていうのも思うんで、そうですね、だから格論で見るか総論で見るかみたいなところですよね、うん、まあ、ただ、うん、そこはもう選手本人だけが感じるもので、なるほど、僕らからしたらまあありなのかなと思っちゃうんですけどね、うん、まあね、でも、うん、今の時代を感じるなっていうか、はいはいはい、まあ影響力持った2人なんで、そうですね、しゃあチャレンジ革新。あの同じ会見の日にその天心対風音っていう試合が発表になりました、はいはい、これで、まあ、勝敗予想っていうよりも、まあ、基本あの天心選手が基本勝つだろうってみんな思ってるカードだと思うんですけど、はいはい、うん、あの白鳥選手から見てどう思われますか？あ、それはやっぱ世間的な評価を考えても、まあ、もうそれが妥当なんですけど、うんうん、まあ、それじゃ面白くないですよね。もちろんやっぱりこう風音には何か見せてほしいっていうか、うんうん、僕はどっちもこう同じジムで練習してる仲間なんで、はい、もどっちに勝ってほしいとかそういった気持ちは持ってないんですけど、はい、ただ風音にはこうただで終わるなよっていうか、確かに確かに、逆に僕勝っちゃったら面白いなと思います、ね、いや僕も それがあったらちょっとそれはそれで面白いなって思うよね。はい、いや、うん、いい勝負で結局天心が勝つっていうのはもう何も変わらないんですよ。ああなるほど、はい、ここでまあ本当ダウンの一つでも、うん、まあ、それ本当に難しいことだと思うんですよ、天心がダウン取るって。へえ、なくても、まあ、ダウン取るは難しいんで、本当こうもう重ねて気持ちが相当強い選手なんで、はい、で僕が思うにこう天心に重ねが上回ってるものって気持ちぐらいだと思うんですよ。うん、もっと、まあ、スタミナっすね、はい、ぐらいだと思うんで、正直技術じゃスピードとかじゃ劣ってるんで、はい、でもともと階級も風音の方が53で下だし、うん、はい、パワーたら、まあ、そんなに差はないと思うんですけど、やっぱり劣ってるんで、そのやっぱ風音ってその本番の気持ちの強さとか本番強さっていうのがあるんで、はあ、対応してて、はい、何かやってくれるんじゃないかなっていう思いはありますね。うん、
で、あ、まあ、わよくばっていうか、もう、はい、確かに。格闘技界めちゃくちゃ、キック界めちゃくちゃになるなっていうか、そうですね。天心は6月のタケル戦控えてて、みんなそこに今、正直4月よりそっちに注目いってるわけじゃないですか。はい、はい。どうなっちゃうのかなっていう。ありますね。そんぐらいぐちゃぐちゃの方が面白いですよね。うん。風根選手に話を聞いたら、その、タケル戦というか、先ばっか見てると痛い目合うぞって。まあ、それは風根選手の気持ちからすらそうなりますよね。うん、まあ、もうそうですね。やる側としてはやっぱそうなんですよね。うん。僕もなんかこう、先を見据えて痛い思いしたことは。ああ、なるほど、なるほど。はい。本当、それも本当なくはないかなと思うんで。天心選手が勝つとしたら、風根選手が勝つとしたら、どういう勝ち方があるもんですか？まあ、風根が勝つとしたら、もう気持ちで前に出て、もらおうが関係なく、もう風根がこう、もらうことをビビらずに、覚悟を決めて中に入って、プレッシャーをかけ続けて、天心を消耗させて、まあ、言っちゃえばドロドロの展開に持っていくっていう。あー、なるほど。って感じですかね。うん、可能性で言うとかなり確率は低いと思います。はい。うん、そうですね。だその低い確率をどう持っていけるかっていうのが本当に正直な意見なんで。うん、まあ期待はしてますけどね。まあ普段練習してるんで。うん、ああ、なるほど。こうズバリってなんていうの、判定までいきますか。どうすかね。KO があるとしたら天心側なんですよ。おー、だから3ラウンドまで風根が持ってけたら結構勝機が見えてきますね。なるほど、はい、うん、まあ白線じゃないですけど、あ、はいはいはい、ドロドロに持ってって、で延長までいったら本当にかなり確率上がりますね。おー、なるほど、そうか、はい、うーん、風根は延長までいった方がいいかなと思います。あー、はい、逆に1ラウンド2ラウンドの、まあ、天心の KO かなっていうのは。あ、スピードあるし、やっぱ結局カウンターうまいし、うん、で最近はそんなに見られないと思うんですけど、元も結構倒しに行くスタイルとかもできるじゃないですか。はいはい。だからそこでどう、正直多分天心も気持ち的にはなめんじゃねえと思ってると思うんですよ。うん、はい、でそれを出してくるのか、まあ、リスクを負わずに、うん、カウントっていうのは分かんないですけど、うん、まあでも KO があるとしたら天心かなと思います、ね、うん、なるほど。あの白鳥選手が今言ったみたいに殺意を持ってっていう言い方、リングに上がりたいっていうふうにあの天心選手が言ってたんですけど、今までやっぱ競技の方にちょっと行ってたってことですかね。そうですね、まあここ多分それはファンも感じてることだと思うんですけどね。うん、こう着実にこう、まあ、ボクシングスタイルにもなってきてたし、うん、ボクシングを見据えての戦いをしてますよね。はい。だってキックと違ってラウンド数も長いですし、はい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 、なるほど。こう組み立てとかもそういうのも大事なんで、はい。っていう面でこうちょっとボクシングスタイルに変えてたのかなと。なるほどなるほど。うん。ただ今回はその前までの天心が見れるのか。まあ、それはもう当日になってみないと何とも言いたいんで。なるほど。まあでもそれで言ったら怖いと思います。戦う方はね。はい。白鳥選手はごめんなさい、天心選手の練習とか、いつもって今は見たりしてるんですか？まあ、今、週1ぐらいで。あ、なるほど。週か、ないかぐらいですね。なるほど。じゃあ一応風根選手の練習も見ながら、はい、天心選手の練習も見ながら、なんとなく両方、あ、こんな感じかっていうのはなんとなく分かってるって感じですね。いや、そこは何も考えてないです。もう僕は僕で必死なんで。まあ確かにそれはそうだ。はい、だからまあ、うん、あ、いるなぐらい。もう練習中は自分のことしか基本考えてないんで。確かに。そうですね、うん、そこはもう何とも言えないですね。はいはいはい、なるほど。そうか。